はい、こんにちは、VUJラボです。今日はですね、いつもね、移動運用に、ね、使ってるね、私のね、機材を、今日は紹介してみたいと思います。まずはね、ハンディキです。ハンディキはね、基本的にこの3台の、ね、アマチュア無線機をね、持っていて、一番使うのはね、このね、アルインコの、DJG7、これがね、今ほとんどですね。はい、やっぱ1200がね、出るんで、この1台で、だいたいね、移動することも多いですね。はい、ちょっとね、感度がね、いまいちなのがあるんですけど、はい、これがメインで使ってます。これはね、かなり前に買ったね、 VX7 ですね。山登り始めた時にね、アマチュア無線ね、休止してたんですけどね、やっぱアマチュア無線あった方がいいだろうということでね、これ買いました。はい、6メーター積めた130というところでね、これ50メーターね、6メーターが出られるということでね、がいい点ですね。はい、6メーターの FM AM ね、これね、計測したことあるんですけどね、最近ちょっとあんまり出番がないですけどね、これね、なかなか、不備なね、ハンディキだと思います。はい、あとね、ヤイソンね、スタンダードの VX3 ですね。非常にね、小さくて、ね、FB な、ね、ハンディキですね。430は、ね、1ワットなんですけどね、まあ、山の上とかで、ね、十分ですしね、これ軽いんでね、いつもね、常にあのね、どっか出かけるときに必ずカバンにね、入れて、持って行っても、そこからね、結構ね、QSOをすることもあります。あとはね、アマチュア無線予備としてね、山に持っていくこともあります。はい、基本的にね、ハンディキは、この3台です。あとね、デジカンとね、特徴もあるんですけどね、まあ最近ほとんど持ってかないんでちょっと紹介はしませんが、アマチュア無線はこの3台の、リグを持って、まあ、この中の、リグを持って、山に行くことが多いです。次にですね、ポータブル機なんですけど、はい、ちょっと前までね、元気だった、FT817MD ですね。はい、これね、非常に持っていくことが多かったですね。はい、ちょっとね、高い山だとちょっと重くてね、持っていかない時もあるんですけど、基本的にね、これでね、6メーターとかね、積めた SSB に、ね、出ることが多いです。一応ね、817ND なんでね、ちょっと多少ね、パーツは、ね、入れ替えたりしますね。TCXO は純正高いんでね、中国の、ね、安い TCXO を、ね、1200円ぐらいで買ったやつを、ね、入れてるんですけど、それどこまで、ね、精度があるかというのはちょっと分かりませんが、ちょっとね、中国製の TCXO を入れてます。バッテリーの方はね、ちょっとこれも入れ替えててね、はい、リチウムイオンの、ね、バッテリーを入れてます。これだけでね、移動するときも結構あるんですね。結構これでね、十分持つんでね、はい、5ワットで、5ワット、2.5 ワット、2.5 ワットだとね、だいぶ持つんで、この、ね、内蔵のリチウムイオンで、やることもあります。はい、続いてね、最近ね、使い始めたのはね、ご存じ IC705 ですね。はい、これね、まあ、最近やっと使えるようになったんで、これ使い始めてますけど、やっぱまあ使いやすいですけどね、はい、非常に使いやすくてね、まあ、スコープもね、見やすいんですけど、ちょっとね、ザックに入れた時に非常にちょっとかさばるというのがねありますんでね、やっぱね、817とね、ちょっと使い分けがね、をするかなっていう、ね、感じもありますね。はい、はい、まあね、このね、この付属のね、バッテリーでもね、結構ね、持つことが分かったんで、結構ね、このね、内蔵でもね、持つかなと思ってます。一応ね、もう一個ね、バッテリーをね、バッテリーを買ってあるんでね、はい、この2つでね、結構ね、3、4時間は、持ちそうなんで、これでやるかもしれません。はい、あとはね、817とね、705に使うね、リチウムイオンバッテリーですね。はい、これね、12V よりちょっと高い電圧ですけどね、13V ちょっとある、リチウムイオンバッテリー、36Wh ですね。これだと 5W、10W 運用がね、余裕でできるんで、結構ね、持っていきますね。重さは多分 700g、ぐらいだったと思うんですけど、はい、これね、本格的にやるときはね、このね、バッテリーを持って、いきます。あとはね、このバッテリーでもね、ハンディキもね、使えるんで、ハンディキで長時間やるときはね、ハンディキプラスこのバッテリーというときもあります。はい、次にね、アンテナなんですけど、まずハンディキでね、主にね、使うアンテナをまず紹介します。
これがね、ダイヤモンドの SRH951S ですね。これがね、一番よく使えますね。まあ、あのね、山じゃなくてね、普通に街中行くときもね、このね、アンテナをね、持っていくことが多いです。これね、積み立て430ね、1200本で入れるんでね、はい、非常にね、良いですね。1200もね、結構ね、5.5dBi というね、利得があるんで、まあ、このハンディ、ね、DJG7 とこのアンテナだけで、移動する、運用することも、結構多いです。はい、次はのね、定番の RH770 ですね、はい、140-430、ねのロットアンテナ式のね、伸縮の、アンテナです。やっぱね、利得が高いんでね、持っていくことですね。これね、まあ、ハンディじゃなくてね、あの三脚にね、つけてね、安定してね、使うことも結構多いんですけど、はい、利得高いですね。140はね、利得 3dBi、435.5dBi とね、非常に利得が高くてね、だいたい移動運用のね、方ね、みんな、ね、持ってる方が、ね、非常に多いですね、はい、このアンテナ。あとはね、モービルアンテナなんですけど、ダイヤモンドの、第一ネパさんのね、SG9500M というやつですね。144-430-1200と、いうところで、はい、これをね、結構あの三脚にね、取り付けて使うことが多いですね。まあ、これ利得非常に高いんでね、はい、非常に不備ですね。まあ、ちょっと若干、ね、多いですけどね、三脚持っていくときはこのアンテナ、ハンディ機とね、このアンテナだけでね、運用することもですね。ちょっとね、詳しい利得忘れましたけどね、1200はね、利得ね、9dBi 以上、利得ね、9.7dBi かね、あるので、非常に高利得なんでね、はい、まあ、無指向性でね、まあね、アンテナ回さなくていいんでね、はい、楽ちんで、いいのでね、こういうふうに ね、まあ、これを持っていくことが多いですね。このようにアンテナ分解するとね、結構短くなるんでね、ザックの中にもね、入るので、非常に不備ですね。ただ六角ね、六角レンチを持っていくと、持っていくの忘れてるとね、あの組み立てがね、できなくて困ることになるんで、六角レンチだけはこれ忘れないようにね、持っていかなきゃいけないです。次にね、HF のね、移動用のね、使ってるアンテナを紹介します。まず一番よく使うのが、ですね、ダイヤモンドのね、7から50の、アンテナ、RHM8B ですね。はい。これね、非常に FB ですね。使いやすいですね。あのね、長さの調整がね、非常に楽ですね。これね、あんま一応あの、マニュアルでね、このね、周波数は、長さこれぐらいっていうの書いてあるんですけどね。まあ、SSB でね、HF モニターしながらね、アンテナ長さね、上下してね、一番ノイズのね、大きいところで止めて微調整すればね、すぐ調整できるんで、これ非常にね、便利ですね。ちょっと長くて重いんですけどね、まあ、かなりよくね、使うアンテナです。で、例えば HF だとね、これにカウンターポイズでね、運用することが、一番多いです。でね、去年のハムフェアで買ったね、コメットのね、HFJ350M、これもね、持っていくことがね、時々あります。これね、非常にコンパクトでね、非常に軽くなりますね。ただね、アンテナの、ね、調整がめんどくさいですね。これやっぱりロットアンテナのね、伸び縮みでね、調整しますので、ね、アンテナ触ってるとね、エサブレル測れないですしね、まあ一回ね、だいたい測ってね、まあ、ロットアンテナの長さこ、ね、このバンドはこれぐらいっていうのを、大体ね、決めとけばね、まあ、楽になるとは思うんですけど、ちょっとね調整がめんどくさいんでね、あんまり持っていかないですけどね、たまに軽くしようかなと思うときね持ってきます。はい、基本的にこれ軽いですね。 3.5 メガのコイル持っていかないんでね、はい、コストも非常に軽いですね。一応ね、延長コイル 3.5 メガとね、1.9 のやつもね、買ったんですけどね、まあ多分使わないかなと思ってますね。気が向いたらね、この 1.8、1.9 がね、移動でね、FT8 をやるときはね、ひょっとしたら使うかもしれないですけど、はい、一応ね、買ってあります。HF のアンテナはね、基本的にね、このね、ダイヤモンドと、コメットのアンテナ、この2本でね、運用してます。次はですね、6メーターのね、ダイポールですね。これ6メーター運用するとき必ずね、持っていくアンテナです。はい、ね、ロットアンテナ式の、ダイポールですね。はい、これね、非常にコンパクトで、ね、非常に軽いですね。これいいですね。FB ですね。去年ハムフェアでね、どっかのね、ブースで3000円で買いましたけど、これ非常に FB です。
非常にね軽くてコンパクトになるので、はい、でね、まあ、パワーも75ワットまでということで、まあ、十分ね、QRP なんで十分という感じで、これにね、ケーブルキャッチャーこう、ね、に、ね、結びつけてね、非常にね、こう3メーター以上ね、高く上げて、使うと、はい、感じです。ロッドはちょっと短めでね、短縮されてるんで、まあ、こうコイル入ってるんですけど、はい、帯域もね、広くてね、SW も低くて、非常に使いやすいですね。これ必ず持ってきますね。はい、もう1個ぐらい欲しいぐらいですけどね。はい、まあね、そんな感じで6メーターは基本的にこれを使ってます。で、ね、6メーターのね、ダイポールをね使うときにね、使用するのがこの、ケーブルキャッチャーですね。はい、これはね、まあ、本来はね、あのね、ね、床下とか天井とかにね、ケーブルを通すのに使うね、機材ですけど、これ非常にね、軽くて丈夫でね、コンパクトになるので、はい、これね、無線、ね、運用でね、アンテナ上げるのに使ってる方非常に多いです。あ、こんな感じで、私が使うのはこんな感じで商品ですね。これ Amazon で、まあ、1万円弱ぐらいでね、8000円くらいかなって買いましたけどね。はい、こんな感じでね、ここに必ず出てますね。ここにね、アンテナをね、取り付けて、伸ばすと。これね、3.4 メーターのやつですね。今これはね、はい、いろいろね、もっと長いやつとかね、短いやつとかいろいろあるんでね、はい、使いやすい長さでね、使ってる方ね、いらっしゃいますね。5メーターぐらいね、のやつもあるんで、5メーター上げる方もいるんですけどね、結構そうするとね、重くなってね、風にね、弱くなるんでね、はい、私はね、このぐらいの長さのやつがね、一番、使いやすいです。はい、これで、伸ばして、これね、三脚にくくりつけて、使ってもらいます。次はね、移動用のね、持っていくね、ヤギアンテナを紹介します。まずね、一番持っていくのがね、この、430のね、ラディックスの5襟のね、ヤギですね。はい、これね、結構ね、コンパクトでね、5襟ね、結構氷得なんでね、はい、ちょっと気合い入れてね、430をね、運用するときはこれをね、持っていきます。これね、ハムフェアで買ったんですけど、通常のね、販売はなんかしてないっぽいですけどね、売ってるでしょうかね、ちょっと分かりませんが、ね、これハムフェアでね、買って、このね、あの非常にエレメントが短くなる、ゴエルですね。エレメントになるね、あのね、まあ、あのブームがね、短くなる、ゴエルです。はい、これね、最近ちょっとあんまり持ってってないですけどね、はい、昔はね、結構持っていってね、ヤギアンテナにね、ヤギアンテナに三脚につけてやってました。はい、三脚のね、この、ね、三脚の、アダプターが、ね、非常に不備ですね。これね、この、これがあるとね、あの非常に、ね、コンパクトで軽くなるので、これ三脚につけるのに非常に FB です。これね、これ確かこの三脚のアダプター500円でね、売ってたと思うんですけど、ラディックスさんでね、はい、これを使って、430の、ね、運用する時もあります。次はね、144のヤギですね。はい、このね、ラディックスさんのね、ヤギアンテナですけどね、これね、3エレメントのね、ヤギアンテナです。これもね、2メーター144でね、はい、ちょっと気合い入れてね、運用するときはね、これ持っていくアンテナですね。あんま運用したことないですけどね、これ3回ぐらいしかね、持ってってない、運用してないかなという感じはあるんですけどね、ちょっとね、重いんでね。で、このアンテナね、三脚につけるときはちょっとね、もっとアンテナ、いつも持ってってる軽い三脚だと倒れてしまうので、もうちょっとね、しっかりしたね、重い三脚を持っていかないとね、ちょっと、厳しいので、ちょっとね、装備が重くなるのでね、ちょっと気合を入れてね、詰めたやるときに、持っていくね、ラディックスの3エレメントのヤギアンテナです。そして最後はね、1200のヤギですね。はい、これですね、ラテックさんのね、9エレメントのね、1200のヤギアンテナです。これね、非常に、高性能ですね。はい、FB ですね。あの利得がね、 15dBi ぐらい確かあったと思うんですけどね。はい、こんな感じでね、はい、これね、ザックの横にね、くくりつけてね、ちょっと長いんですけどね、はい、まあね、持ち運びでそんなに苦にならないんでね、はい、これね、1200でね、コンテストとかやるときに、ね、必ず、使うアンテナですね。はい、これもね、ラディックスさんのね、あの三脚アダプター500円ですねこれつけてね、三脚直接つけてね、運用します。
ただやっぱ旧エレメントだとちょっとね、指向性が切れすぎてしまうのでね、若干使いづらい部分もあるんですけどね。最近はちょっとね、あのね、モービーホイップのね、SG9500M で済ませてしまうこともあるんですけど、やっぱ非常に飛びますね、このアンテナね。はい、これね、非常に不備です。1200でやる方はね、これやるとね、結構飛ぶんでびっくりするんじゃないかなと思うんですけどね。はい、おすすめの、ヤギアンテナです。はい、最後にね、ケーブル関係ですね。ケーブルはね、あのまあ、移動運用の、ね、際の、ね、運用に関してね、まあ、さまざまね、いろいろ、用意してるんですけどね、大体ね、主なものだけね、ちょっとね、使ってるものだけ紹介します。まずこれですね、あの5メーターの、ケーブルですね。はい、BNC と M 型のね、ケーブル、この前作った5メーターのこれ、ね、ケーブルとのコネクターですね。はい、これはね、あの例のさっき紹介した、ね、6メーターの、ダイポールアンテナね、これをね、ケーブルキャッチャーでね、3メーター以上高く上げるときに、持っていくね、ケーブルです。5メーターあるんでね、結構余裕があって使い勝手がいいです。 3D2V でね、作ってます。はい、まあ、6メーターだったら、まあ、3D2V でもね、いいかなというところでね。はい、FB とかね、SFA はね、まああんまりね、ちょっとね、使いづらい、硬いですしね。はい、あんまりね、折り曲げにね、強くないんでね、移動上にあんまり良くないんですけどね、まあ高い周波数ですね、まあ、使わざるを得ないというところでね、ありますけど、これね、6メーターで一番よく使うね、持っていくケーブルです。あとね、一応ね、低損失のケーブルも用意してます。はい、これ 3.5D の、ね、SFA、5メーターですね。はい、SMA 端子になってますが、 3.5D の SFA、はい、これ、ね、低損失な、ね、ケーブルですね。これちょっとね、使いづらいんですけど、ちょっと硬いんでね、使いづらいんですけど、これね、1200とかね、運用するときはね、これ、使うときもあります。これね、SMA コネクタがちょっと特殊であんまり売ってないんですけどね、これね、富士無線さんでね、作ってもらいました。はい、まあね、1時間で作ってくれるんでね、はい、作成お願いしてね、秋葉原うろついてると、作ってくれてね、電話来るという感じでこれ作ってもらいました。 FB です。で、あとはね、普通のね、 BNC ケーブルですね、 RG58 のね、 BNC ケーブル、これもね、比較的よく持っていくやつですね。はい、これはね、あの、高層ね、ホテルのね、部屋からね、運用するときとかね、これにね、RH770 をね、JJ でつけてね、これでね、運用することもあります。結構ね、これも使えます。これ普通にね、買ったやつです。あとはね、この前、作ったやつなんですけど、これね、あの、モービルホイップをね、三脚に、つけて使う時のケーブルです。はい、これね、裏にね、三脚のね、ネジが、つけてあって、でここね、上にね、モービルホイップをこうつけるという形で、はい、これね、 BNC のね、ケーブルになりますけどね。はい、 SMA 用の、ね、ケーブルも持ってるので、そちらのね、ケーブルと交換しても使えるしね、従来の前に作ったね、このね、ケースのね、やつでも、まあ、SMA の方ね、ついてるそれも使えるというところでね、これね、モービルホイップを持っていくときは、必ずね、これを、使ってますね。モービルホイップをね、先がつけるのはね、結構いろんなね、工夫されて、みんないろんなね、金具作ったりしてね、作ってる人多いですよね。はい、ね、あのコメットさんとかね、からもね、あの三脚のね、アダプター出てますけど、あれステンレスでね、丈夫なんですけど、非常にちょっと重いんでね、はい、これ非常にね、あれよりちょっと軽くてね、使いやすいかなと思ってます。はい、こんなね、機材で運用してます。